はい、どうもインチキおじさん野沢です。私ね、あのシーラントが幕張っていうシーラントを推してるのは皆さんご存知ですよね。でまあいろいろ工夫しながら施工していったら、藤鹿さんの方から私幕張マイスター認定ということで3番目だね、5、6人 いらっしゃるのかな。私は幕張、施工をちゃんとできますよと販売元から認められたことになったんですね。でだからまあ私がねやろうとしてるのはホイールバランスやりたいからやってるんですけども、それ以外にもすごくいい利便性があるんで紹介していくうちで、あなた様が幕張をやるときに覚えておいたら得な情報を発信共有します。では行ってみよう。はい、これ皆さんよくご存知の虫ってやつですね。虫ってフレンチバルプの虫です。これにちょっと注意しなきゃいけないところがあるんですよ。でそれよくわかるように絵に描いてみますわ。まずこれが外側の筒ですね。普段見えてるところ、これ断面図ってことになります。そしてこいつが真ん中を突き通っている棒状のもので、その棒の先、内部側にはシールする空気を止めるバルプゴムがついているんです。外部側にはこの赤いやつね、これが皆さんいつもくるくる回している、まあちっちゃいナットですよね。それが外部にはついていると、こういう形になってますね。で外側にあるナットを回すと、この内部側のものがキュッて引っ張られて、金属の筒にこの ゴム黒いゴムが当たって空気が漏れないという構造、これを考えた時にだ、薄い膜になった状態、形態になった時にすぐ固まるような特質を持ってる膜張がですよ、この細い筒の中にあるとどうしても固まりますよ。いや固まる使命だからね。そしてこの部分のそのなんていうんですか、あの端っこの部分に固まっちゃったらどういうことが起きるかって想像 しますよね。本来は、見えない部分なんですよ。これ厄介なことに、この見えない部分で密着して空気を止めるこの黒い、このちっちゃい黒いやつね、このちっちゃい黒いオーリングですよね。形状的にはオーリングがこの筒の内部に密着しきれなくなる可能性があるわけですよ。幕張ってね、こう今抜いてる最中なんだけど、ちょっとここにこう付着してるわけですよ。これが手に伸ばしてほんのわずかな時間でこう固形化してくるんですよ。だから膜になるんですが、膜張を注入してぐりんぐりん回して行き渡らせる場合につけていく時のフレンチの虫はその作業用の虫っていうのを使ってます。それで、本番用というかお客様に渡す時の虫は新しいもの、そういう作業に使ってないものっていうのを使いたい、はい、バルブ本体を絶対に回んないように押さえて、よっ、これは手で締まるぐらいでいいと思うんだよね。あんまりこれはギュッと締めなくても いいですね、はいはい。そのようにバルプのね、内部でこの幕張が固着していれば本来の性能を発揮しなくてわずかに漏れたことがあるんです。私ね、虫の部分からほんのわずか検出できないぐらい漏れるわけよ。そうすると2日間ぐらいでいくつ減ったとかなった時にどこを疑ったらいいか分かんなくなっちゃうんで、まあ、不安要素を全部消しとくしかないんだよね、こういうのは。幕張を注入したり抜いたりする時用のバルプの虫と、全部終わって抜き終わって、空気を入れて最終チェックする時、つまりお客様に渡す時につけているバルプの虫は新品の虫をつけて、不安要素は消しとくしかないですよね。大変なのよ、いろいろ。はい、そんなわけです。どうもー。